はい、今回は岡山駅から北長瀬駅のちょうど中間地点、岡山ターミナル駅の JR 貨物食堂に行ってみました。 JR の食堂って入れるの？と思うけど入れるんです。営業は7時から19時まで。メニューもこんな感じ。学食レベルでめちゃめちゃ安いんです。はい、今回は朝食セットを頼んでいました。こんな感じです。物足りなかったんで僕は唐揚げも追加しました。10時はこんな感じですね。結構ガラガラですね。みんな仕事に出ているんで。ありがとうございます。結構おばちゃんも気さくに話してくれて、いい感じの雰囲気を醸し出してくれてます。はい、日を改めてまたお昼に来ました。お昼はこんな感じでカレーを頼んでみました。特製カレーです。なんか普通のカレーよりかはちょっとなんか味が違うなって感じだったんで、皆さんぜひ行って食べてみてください。お昼のお店はこんな感じです。12時半ぐらいまでは忙しい感じですかね。はい、美味しかったです。消そうと思いきや水をこぼしてしまいました。ごめんなさい。はい、今回このような感じでした。一般の方も入れるんでぜひぜひチェックしてください。駐車場もあります。パーキングです。ではでは。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。